もののけたちが集まり始める牛蜜時、そこへ黒い小さな影が集まり始める。徐々に徐々に膨れ上がったその影は、やがて大きな遺骨となり、カチカチと音を立ててさまよい始める。生きているものを見つけると、それは妖怪ガシャドクロ。こぼれ落ちる大和なでしこ、花子とイグサ、妖怪です。牛蜜時が来たよ。やあやあ、そこの人間よ、私が見えてしまったね。私、人間たちの妖怪を、あれ、人間たちに妖怪の紹介をしておる妖怪でした。今日は君に妖怪カシャドクロさんを教えに来てあげたよ。正座をして聞いてください。カシャドクロさんはね、戦争とか抜かれ死んでしまったりとか、あと一人で死んで埋葬されなかった死者の魂が集まって、一つの巨大な骸骨の姿になっているの。子供たちに分かりやすく言うと、賢い小さなお魚、水味みたいなものですね。出現場所は妖怪や幽霊、地味猛霊たちが集まるところ。昼間は出てこないの。やっぱり一人で死んでいるから人恋しいんだよね、きっとね。仲間を増やしてもっと大きな体になりたくてうずうずしているよ、きっとね。カシャドクロさんは20世紀後半、日本人の心に戦争の記憶がまだ色濃く残っている昭和の時代に生み出された妖怪なんだ。そんなガシャドクロさんが初めて登場したのは、世界怪奇スリラー全集という書物。その中にある斉藤守弘さんというおじちゃんの記事なのだよ。そして今回の注目ポイント、それはガシャドクロの見た目。モチーフとなっているのは江戸時代に描かれた骸骨の浮世絵なんだ。はい、いい質問だね。これが妖怪の面白いところなのだよ。妖怪が生まれるのは何から？はい、君。正解。そう、噂。ガシャドクロは記事によって噂が生まれたのだけれど、その噂を実体化するために、もともとはガシャドクロとは関係のない江戸時代の浮世絵がモチーフにされたんだ。噂から実体を得る。人間たちの好奇心によって生み出された新参の妖怪。それがガシャドクロなんだ。さあ、ここでみんなへの質問タイム。ガシャドクロは一人で生き絶えた人の魂が増えていくことに大きくなるのだけれど、あなたの周りにガシャドクロになりそうな人はいる？それとも、いない？この後ツイッターで妖怪ガシャドクロについてこのアンケートを行います。その期限に間に合わなかった今見ているあなたも、ぜひぜひ動画のコメント欄でも教えてください。妖怪はいつでも見ているよ。最後まで動画を見てくれてありがとう。ビジョンプレイには動画に載せられなかったさらに詳しいお話も載せているよ。そちらもぜひ見てね。動画の高評価とチャンネル登録もぜひぜひお願いします。紹介したぬりぼとけさんのアンケート結果が出たよ。ぬりぼとけさんの悲しい顔を見たい？という質問。さーて、結果はどうなったのでしょうか。じゃが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 、でげん、やば、せっかく顔がやばすぎるから自重してあげたのに、夜眠れなくなっても知らないんだからね。